先頭はここで18番のソングラインだ。まとめて捉えた18番のソングラインだ。ゴールイン。今年史上3頭目となる安田記念連覇を果たしたソングライン。孫を見るような本当気持ちで、あんだけちっちゃくて逃げ惑ってた、手を焼かせたあの子がすごい成長して G1 を取ってくれたっていうのがすごい嬉しくて、いいお返しをくれたなっていうの。今回はソングラインの出産育成に携わった女性スタッフの物語。サラブレッドと見る夢。毎年多くの G1 馬を輩出する日本一の大牧場ノーザンファーム、はい、ここで母馬や生まれてくる子馬の世話など競走馬の生産に携わっているのが小橋真希さんです。遊ばないで、やだおちび、あお母さんが引っ張れるからさ、何でも噛みたがるんですね、やっぱね。そうですね、人間の赤ちゃんは手とかで口に入れたりしますけど、この子たちは口が手の代わりなので私は繁殖のお産のやりがいを感じてたので、すごいそれが楽しくて、生命の誕生がやっぱり感慨深くて、無事にお産できたっていうのか、娘が生まれたみたいな、私も産んではないですけど。京都府出身で競馬とは関係のない家庭で生まれ育った小橋さん、競走馬の仕事に就こうと思ったきっかけは、太秦映画村にいる馬を見て、親にこの生き物は何なのみたいな感じで聞いた時、馬っていう生き物だよって言われて、え、でかい、すごいみたいな。そこから競馬に興味を持ち、高校卒業後乗馬未経験のままノーザンファームに入社。競走馬の扱いは一から先輩たちに学んできました。一生懸命よく見てるなって、その他の人は気づかない細かいところとか、そういう部分にも気づきやすいし、よく見てるなと思ってます。入社して9年目、小橋さんの一番の喜びは、しなちゃんご飯、自分が携わってた馬が繁殖として帰ってきたり、種馬になってくれたりした時がすごい嬉しいです。やっぱりその子の子供産駒が見れたりするので、生まれて、あ、やっぱお父さんにのいい体を持ってるねと思ったり、お母さんにの部分もあったりで、その辺がすごい楽しみであり嬉しいところですね。今では後輩も育てる立場となった小橋さん、ホースマンとしての夢は、自分が携わった馬をお産したり、やちゃんと一から触ってた馬でダービーを取れたら嬉しいなっていうのはありますね。一番